はい、どうも、こんにちは、ひかりです。今回ですけども、この、頑張れマエスというね、コース。まあ、マリオね。ん？頑張れマエスやん、これ。いや、マリオってか、だから、マリオと俺は一緒の人物しちゃうからな。そうなん。うん。今気づいた。お前の未来の姿か思って。まあ、そんな無事ないっぽいぞ。いや、まあ、いけるんじゃない、これ。普通に。マエスさんにちょうどなんちゃう、このコース。もしかしたら。ああ、なるほどな。え？あ、取り消えてことやん。あれ取って。何しょ？じゃあ近くで当たらんか。あ、そこ入れるってことね、多分。大丈夫、見せた。あ、また閉じるんだ。と、はい、入れ。お、もう一回撃て。もう一回取り切。え、これ閉まるやん。あれ？どうやってやるのこれ。いいか、音符踏んでみて。ほら、隙間できる。ほら。うまいな。その隙間のところに、多分仮面ブロック。カメラやって、ね、やれってことかもしれん、もしかしたら。え？これ、左に、やるよ。左か右か分からん、それは分からんね。だ、なんかでも入る方があるはず。直接入れたってんじゃん、直接。え？直接、いけるんじゃん、直接、間から。OK。うん、入るんじゃん、むしろ直接。ほら、おいったほら。うわ、やばいな、これ。え？いかん、早くジャンプ、ショージャンプ、ショージャンプ。走れ。あアホや。この狭い、少ないパーツで結構面白い仕組み作ったな。うん。はい。オッケー。これいけるぞ、次。上だったらあかんぞ。え？いけ。オッケー。来る。ほら。持ってた方がいいかも、これ。ん？危なくない？持ってた。あら。よっしゃ！でもあれいるで、やっぱボム兵。ボム兵いるわ。あ、ボム兵持って速攻投げてから、降りるやん。とりあえずボム兵を、それで。あれ何しとん俺はマジで。集中。よし。なんかボム兵いっぱい出てくるまで早く行った方がいい。何しとんねん。もっと走ってからやろ。いける。早く。ああ惜しい。で、いけるで。で、ボム兵を。ボム兵使おう。で、これ別に、ゆっくりやから。ジャンプ。おい、オッケー。そっち行くんか。ミスったな。いや、そっち行ってもいけるかもしれんけど。いけると思う。そっちでもいける。下も。いけるで。あ、下は多分な、あれ。右行きための前やから。おから危ないって。船。下行った方がいいんじゃん、さっき。下行くわ。置いてね、普通に下で。オッケー。で、亀を持って、死んだかんねん、そこで亀。ここ危ないな。え？上がってきよ。上がってきよって。うわぁ、もう。いや、って言うてんだから。いや、上がってきとったんやけど。いや、もう見えてへん、上がってと。いや、ほんまに。お前、目で捉えきれてんかった、さっきのもう。亀。ほんまに。もう野球向いてへんわ、ほんまに。野球選手目指さんでよかったな。ほんまに、よっとやっとってよかったら。ほんまに。ヨット部が一番やわ、目に使わへんから。無理や。無理。よし。試合でした。あかん、離せって。オープンだよ、お前。よっしゃ。いや、したじゃないから、全然。した。オッケー。よし。これは、ホーラーでパーっていけるってことだろ。うん。ミスター。あ、行く残してよかったやん。逆に。え？行くのも絶対残るようになったわ、これ多分。こっからな。うん。この先多分、甲羅が暴れ回る。次かな。お前、危ない、おー！やばい、危ない！おいしそうで、おーやばい！いやー！やばすぎやろ、さっき。どうだったんや？え？下、どうやったっけ？ああ。これ、いるんかな？いらんな。いや、わからん。いらんと思うけど、多分、さっきの多分。あれ、そういうのじゃないと思うけど、いらんと思うで、多分。スピンやって。あ、ほんまや。わかりやした。まあ、ここでつまずかれたら困るわな、ほんまに。いや、もうわかったな。もう楽勝や。うん、楽勝や。もうテンプレ。ここは見つけれるかどうかやからな、ほんまに。早くクリアしよう思ったら。俺、スピード命の、ほんま、アフリカで行きたい。これ無理やな、ちょっと無理やな、今。ゆっくりって、これいけるやん。
あ、これ直接いけるかもな。あ、無理言った。あかん、まだ出してんか、あかんて。出してからやって。もう危ない。で、置いて。置く。オッケー。こうなんや。こいつもこっち来たときやで、こっち来たとき。オッケー。し。あかん、ミスた。まあやべ。まあここはね。次お前、奇跡でいいんだけど、あれほんまお前。いや、あれどうしたんじゃ。いや、わからん。一回落ち着いてみるもん、確かに。一回ちょっと落ち着いてみるわ。それ、勝手にどこ行くからな。その、ほら。いけ、いけ、いけ、いかなか、いかなか、いかなか。ほら、いかなか、いかなか。ほら、いかなか。ほら。またか、また。あ、それで勝手に、また、なしょなんでなんで行ったんや。いや、俺わからへんねや。なんでパック死んだよ。バカやな。なんでパック死んだよ、あいつ。オッケー。いや、俺はね、何が下手とか言われてるんでね。やっぱその、名誉挽回したね。0.5 番のコースを。なしょ、なしょ、止めたらあかんで。お、行ったら、先行かん、先行かん。ほら、危ない。行っとかな、あれ。動かないで、もう行かれないみたいな。あそこ。オッケーやな。うん。あのパックの下行くかどっちかい。下行くかも、スピンジャンプ上行くかどっちか。ダンション行こう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 。四つ目の子行こう。なんでやねん。なんで、えー、なんで飛び出した。マリオ。やばいやろ、ほんまに。頑張れよ。お前頑張れ、一番ほんま。マリオ頑張っとるやんか、自分も。なんでしょ、なんでやん、俺も。なんならゴローに負けんねん。スピン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 。最初かな。うん。こっちの方がいいと思う、でも。そこ、クリボー来る。あ、おい、ファイヤーあったんか、俺。クリボー、上から来るで、あれ。上から来るで、上からクリボー。いや、俺、来ちゃったもん、さっき。上から2匹ぐらい来れば来るで、つだらんって。だから、上、右か一回寄らへんかったら分かんと思うで、あれ。一回右かって来れば避けるっていうのが一番いいと思う、あれ。もう16分だったやん。はっはっは。はっはっは。いや、行くで、行くで、俺。で、残り15分ぐらいか。なんでやん、なんでなん、お前。いや、飛び出すなよ、お前。何回目やねん、大事やからよ。よし。行き準備、行き準備しようかな。あ、次、オッケー。行こう。オッケー、終わり。もうこれ終わりやな。ビンシンシン。よいしょ、危ない。右寄れ。クルボ来るぞ、クルボ来るで。おい、おったやそこおってん。ちょ、待って。クルボ来るって絶対来るで。お、見たもん、クルボ来る、来るところ。あれ、来へんな、あいつ。あれ、クルボおったんやけどな。おった、ほら、クルボおった。よし。上やろ。あ、コーラおるが、いけるやん。くるもう一回右に行かなか、右へこんだとこあるやん。あ、あそこ走って入れってことや。ほら。で？んで、多分上にジャンプしながら上に。んで、右に置いていく感じ。わかる？頭叩かんで。上にジャンプし、ちょっと顔出す。あ、顔出すん？ちょっと顔出してジャンプして、こうやって行くわけよ。こうやって。で、戻っていく。ちゃうってなんか、ほら。こう行かなかんだよ、あそこだから。出てからジャンプしながらわけ、あそこ。わかったわ。ひぐるぞ。ちっちゃいマリオの方がええかもな。入るときあそこ。ちっちゃいマリオの方がええかもしれんね。入るとき。お前いけるあそこ。小さいマリオじゃなくて。小さいマリオ当たりにくくなるわけで。しゃがんで言ったんじゃん。いや、無理やで、そんなん。絶対。一回頭出さんかん。もうちょい。一回ジャンプしてみて。もっと。オッケー。ええ、なんか。やば。これいかなか。なしょ、あ、いた。ないって、もうないって、爆弾が。いや、多分出るよ、これ。てーれれれれ。嘘やろ？しゃー！来たぞ！いや、行きますよ。オッケー！来た。終わったー！来たぜ、ゴール！で、今、ヒカルはいませんけどね。なんとか。よっしゃ。いやー、よかったですね。なんかね、最初ラインが難しかったですね、これは。頑張れ、マリオね。いやー、まあ、鬼畜コース、僕もね、結構、ほとんどチャレンジしてなかったんですけど、久しぶりになんか、チャレンジしてね。まあ、ある程度基礎能力というか、基礎ですね。なんかもう慎重に行ったりとか、僕結構勢いで行きすぎるところがあったんでね。まあクリアできて、よかったかなと。いいね、しとこう。いやー、難しかったですね。よし。まあ最後は結構あっさりしてましたけど、それまでがなんかいろいろちょっと難しかったです。ヤンマということでね。
送信します。いやー、なんか久しぶりに奇跡コースをね、クリアできた、感じします。ありがとうございました。まあ、ちょくちょくね、ヒカルがね、ほとんどまあ、奇跡コースをやってるんですけど、僕もね、0.5% とかそれぐらいやったら、クリアできると思うんで、そっからまず慣れていってね、もっと難しいコースできるように頑張りたいなと思います。では、今回は終わります。ありがとうございました。